どうもこんにちは、ナッチでございます。ついに詳細出ましたね。歴史の杯と真相の雫ということで、魔法石10個シリーズ来てしまいました。しかもね、半月ほどあるということで、こんだけ長いとなるとあれがありそうですよね。隠し要素とかカクテリットってやつもね、ダンジョンドロップらしいし、何かしらまあやり込み要素っていうか周回要素はあるのかなって感じです。だから図鑑もね、開いてんだよね。なんで隠し要素のキャラが2体いて、そいつらの武器が2個あるみたいな感じなんじゃないのかなって勝手に思ってますけど、どうでしょうかっていう感じです。まずはですよ、あの式神使いのトーカちゃん、貴族生から闇になっちゃうトーカちゃんね、今回なんと貴族生のままということで、まあついに使えるって言っても、まあ元が貴族生だったんで、あの式神の方も使えるは使えるんですけど、まあ気持ち的にね、やっぱ気を保ってくれた方が嬉しいよねってことで、まずはこれが一番嬉しかったですね。しかもサイリアということで、石10個ガチャだからワンチャン交換できるのかな。黒旅は確定枠だったんですけど、トーカとイディアルは交換できる可能性がありますね。確かジンゲリュウとかもできたはずなんで、できるんじゃないのかなって思います。ただ肝心な性能は木染めで強いのか果たしてって感じ。なんかダキと合わせたら強いんじゃねえのって言われてるんですけど、トーカがね、4色人なのがなんか微妙なんですよね。まあそもそも僕ダキループ使えないんでそもそもそれ候補に入ってこないんですけど、個人的には増白点とかと組み合わせて使おうかなって感じ。まあでもそれでもやっぱね、トーカが光作らなかったりしてなんか微妙なんですよね。無難にトーカかって感じではありますね、現状。ちょっと HP 不安ですけど、ただまあ覚醒は優秀でね、陰の加護と熟成がついてて、変身キャラなんでね、ポッキーつける必要ないので、アシスト回復とか消せない回復つけれますし、まあ使ってみんことには分かりませんね。まあ、このガチャのキャラ大半に言えるんですけど、長いダンジョンかつ加護が発動するダンジョンがメインとなってきそうだなって感じです。とりあえず貴族性見ていきます。あ、トーカちゃんの武器見ようか。武器ね、なかなか強いっすね。ただまあ自動回復が必要かどうかって言われたら微妙だよね。スキルは強いな。火力も出せて無効化も2ターン張れちゃう。裏溜まっちゃったで嬉しいやつですね。でバッカス、公式放送でも性能詳細がありましたが、こいつはね、3体編成すると3色陣がループするんですけど、通常盤面だと無効感分、貴族性無効感分が出るのって結構運ゲーというか安定はしないんじゃないのかなって感じだよね。まあ確率的に言えば10、10、10なんだけど、余裕で偏るんで、もうメイメイ使ってきたからわかる。うちのメイメイちゃんは3個とか4個とか平気でやってましたから、ちょっと通常盤面での運用は危ないのかもしれません。肝心な時に無効貫通が組めないってこともね、全然ありそうだなっていうのが、ちょっと不安なポイントですが、まあ上限解放とかはループしないんですけど、陣がね、ループして、定期的にエンハンスとかもできますし、強そうではある。っていうのが現状の僕の評価ですかね。武器は強いですね、これ。スキブ3、指プラス2、そして副属性変えちゃう。しかもね、これも溜まったら嬉しいやつね。6ターン半減ですから。さ、からの、こちら。メロンカクテルのメローラムちゃん。メローラムちゃん強いと思います。てかね、このシリーズ強いっす。このフルーツドラゴンの何、擬人化みたいなシリーズがめちゃくちゃ強くて、なんかね、リーダースキルの耐久値がすごい高いんですよ。1.2 倍激減っていう。今までって 1.1 倍とかだった気がするんだけど、なんか上がりましたよね、耐久値。で、覚醒も非常に優秀で、回復漏れて火力も出せて、アシスト回復つけれるんですよ。で、スキルもね、2体編成すれば上限解放ループしますし、生成もできるし、でリーダースキルも機能2コンボでいいんで、リズレットと相性いいのかなと思ったんですけど、操作時間12秒は厳しい。そもそもアルテミスが腐っちゃうからね、操作延長がね。だからまあ強いんだけど、リーダーとして使う場合どうしようって感じですね。7612秒、きついよな。リズレットもルーレット前提みたいなキャラクターですからね、これちょっとまだ強いんだけどって感じです。で、アシストはお邪魔と毒完全耐性。気軽減ね、これね。どっかで生きてきそうな。で、ヘイスト二色人全泥鏡と。これも強いですね。はい、からのこちら。モヒート。このキャラはね、パッと見た感じ、なんか、
パーツがない人が無一郎で使うのかなって感じです。現状なんかキパでここで使えそうだねっていうのはあんま思いつかなかったです。弱かねえけど、でもなんかさ、この L 字持ってて陰の加護あって熟成あってっていうさ、なんかそんなキャラばっかだからさ、今回のガチャあえて使う必要はないのかなって感じです。武器もスキルがほぼ一緒なんでね、ヘイストはありますけど、あえてこの武器使わないかなって感じです。モーリリンとかでいいよね。貴族生ラストサムライロックということで、このキャラはなかなか尖ってますね。超つなげ2個に無効貫通6つ、お前はどっちがしたいんだってこれなるんですけど、実際ノルディスを使ってて、その裏千住とか万寿とかさ、そういう難しいダンジョン行くと無効貫通が欲しい場面あるんですよね。そのスキルで無効貫通するほどじゃないけど、誰かが無効貫通さえしてくれれば突破できるみたいなフロアがちょいちょい存在するんで、まあそういう時に使えるんではないかと。あとは攻略でも普通に使えそうですね。吸収無効が2ターンあって、全員の攻撃力2倍、自分とリーダーのダメージ上限値が50億と、これ2ターンあるんでしょ、しかも4ターンで打てる、ダメージ吸収もはやおまけみたいな感じですよね。なんでまあウェハースはもうほぼ無視しちゃって、まあ、周回でもワンチャン使えるよぐらいに考えといて、バッカスと合わせたら強そうじゃないかなっていう気はしますね。ただまあ自分のダメージ上限値とリーダーが上がるんで、まあこいつリーダーはないかなっていう、サブか相方フレンド枠って感じかな。でね、武器が強いですね。これもノルディスですよ。ノルディス武器終わりました年賀状5枚作ったんだけど、もうこれだって上位互換みたいなもんでしょ。枝豆閉じることもできますし、自動回復がね、あの魔紋集会とかで生きてくるんですよね。てな感じで、こいつは結構ね評価高めですね。てな感じで、貴族性的にはまあトーカーとバッカスは実際に使ってみないと分かんないって感じで、メローラムは強いだろうって感じ、個人的には。あと僕が気になったのだと、まあもちろん黒飛びは強かったですよね。なんなんこいつ急に出てきてなんか無双し始めたけど、なんなん、早すぎん。しかもこの番外編に出張すんのね。で武器もさ、いかれてんだって。これ4ターン無効貫通5コンボ加算でさ、3ターンヘイスト、そしてチーム HP3 つ、ドラゴンもつけちゃって、ウェイもある、封印もスキブもある。いや、封印補えてチーム HP 漏れるっていうのは最近のリズレットパーティーにすごい合ってますから、これ普通に武器として欲しいですね。あとはね、そこいつまだ無一郎をしてます。このゲーム軽減ループで盤面変更もいじれちゃうみたいな、ドロキョウもしちゃうよみたいな。あ、こいつでも加護ないんだ。あ、超覚醒にあるパターンね。こいつもやってますわ。8ターンダメ、あ、スキルもそういう系なんだ、軽減ループ系ね。いや、こいつも強いっすよね。でもなんかさ、しかもさ、副属性キー持っちゃってるからさ、はいこんにちはとか言って貴族性パーティーに出張してくる可能性もあんのよ。これが辛い副属性機のキャラ万能なのやめて、一番悔しいから。それで言うとね、この子ロベリール、一ドラの擬人化みたいな子ね。回復ドロキを6つ持ってて、 L 字2個 L 字プラス2個、実質4つ。それで5ターンで使えるこのダブル吸収無効に回復2倍に盤面変更、副属性機絶対入ってくる。これキパに出張してきますって、これまずいですよ。ちょっとだから軽減で、まあ、軽減ループのこいつは盤面変更できる熟成あるか、無効貫通は一応まあ伊之助とかね、福利姫とか最近復刻してないから微妙な性能ですけど、まあ、こいつはまだしもね、ちょっとね、この子やばいね、入ってきそうで怖いね。で、あとベリドラも強くて、完全サポートキャラっすよね。一応熟成でまあ捨ては上がるんですけど、火力はほぼ出ない。いや、全く出ない。ただまあね、HP8000 がさ、陰の過去と熟成入っちゃったら相当でしょっていう。しかもチーム HP3 つ持っちゃってるし、L 字4つあるし、なんか L 字すごいっすよね、今回。アシスト無効対策していこうぜっていう感じの覚醒ですよね。まさか L 字がここまで評価上げるとはね。で、またこの子も盤面変更できて、半減に、操作延長とエンハンス、いい感じのサポートキャラしてますわ。ただレモドラ微妙で、こいつ T 字なんですよ。でブドドラがウェイなんですよ。なんかね、覚醒を変えたかったのかな、これ。で上2人はサポートキャラじゃん。1ドラベリドラサポートキャラで、
でメローラムから LG、TG、ウェイって感じになってるんですけど、まあ、TG 強くなったとはいえね、汎用性が他に負けちゃうんでって感じですね。からのもう一人ぐらい気になるキャラいたんだよな。あ、この子か。この子は完全にあれだよね、極悪生命体と合わせてねみたいなキャラクターだよね。まあそんなとこですかね。まあ、武器は基本みんな強いんでね、ハズレはほぼないでしょう。初ゲットなら新規貴族性も期待ができるんですが、ロベリール大活躍時代に震えています。震えております。現在早くも震えております。もちろんガチャはがっつり引こうと思ってますので、交換があったら嬉しいですけど、まあ、武器もたくさんあるねガチャなんで、がっつり引こうと思ってます。月曜日、多分夜に配信しますんでよろしくお願いします。というわけで以上、夏でございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。